していきます。はい、それでまず、主に DBCLS の方で開発してきた RDF を作成したり入手するときに使えるツールについて、まあいろいろあるんですけど、ここのに挙げている3つを中心にご紹介していこうと思います。最初のがですね、統合ウェブサービスというもので、これは公共データベースをRDF の形式でダウンロードすることもできるサービスです。で、次の統合 DB というのは、皆様がお持ちの研究データなどをデータベースとして公開するためのサービスなんですけれども、数年前からデータベースに入れると勝手に RDF にしてくれる機能がついていますので、その辺を紹介していきます。で、その次の D2RQ マッパーっていうのは、すでに研究データをリレーショナルデータベース、関係データベースで運用されている人が RDF にも対応したいっていう時に便利に使えるツールになります。はい、で、最初の統合 WS、 統合ウェブサービスなんですけれども、一番左上に書いてあるこの統合 WS.org っていう、ここのウェブサイトに行くと使うことができます。で、やれることはですね、公共データベース、まあ、ライフサイエンスの公共データベースの統一的な検索取得で、ついでに RDF 化もできるというようなサービスになっています。対応しているものが NCBI とか EBI とか DDBJ、UCSC、KEG、PDBJ などの、データベースになります。これらのデータベースに対して、REST API で検索したり取得することができます。で、それを BioPearl とか BioRuby みたいなソフトウェアを内蔵していて、で、自動的にエントリーをパースしたり JSON とか RDF に変換することができます。なぜこれを作ったかというと、これまでの課題としては、ライフサイエンスのデータベースはデータベースごとにアクセス方法が全部違っていました。で、これはまあ慣れればいいんですけれども、まあ、覚えるのがちょっと大変っていうところがあります。で、まあ、それである遺伝子を調べて、その遺伝子のページを開いたとしても、それが HTML で書かれているので、その中で自分が欲しい情報を取り出して解析に使うっていうためには、一手間かかってたわけです。で、それを、まあ、プログラムを書いてパースしたりして処理するっていうのが、まあ、バイオインフォマティシャンの日常的なところがあって、まあ、そこら辺めんどくさいなというのがずっと課題としてありました。で、統合ウェブサービスを使うと、すべてのデータベースに対して同じ REST API でアクセスできるようになるっていうこと、それから取得したデータをいろんな自分が使いやすいフォーマットに変換することができると。で、さらに、全部を変換するんじゃなくて、その中の一部だけしか興味ない場合は、そこだけ取り出すということも、今までだったらプログラムを書かなきゃいけなかったんですけど、サービスとして、ウェブサービスとして公開している。なので、JavaScript でも Ruby でも、Java でも Python でも、お好きな言語で、それを後から活用することができます。っていうところが売りになります。はい。で、検索と取得と変換の3つのサービスを主に提供しています。で、全てですね、同じこのような見た目になっていて、統合ウェブサービスオルグの後に search ってやってデータベース名を指定して、検索文字列を指定すると該当するエントリーの ID がガーッと返ってきます。で、今度はそのエントリーを取得するときは、エントリーデータベース名 ID 番号を入れるとそのエントリーが取得できると。で、さらにそのエントリーの中の特定の部分を取り出したり、それを別のフォーマットに変換してから取得するっていうようなことができます。で、あともう一つ変換サービスっていうのは、例えば、どうしましょうかね、ジェンバンク形式を GFF に変換してゲノムブラウザーに使いたいとか、なんかそういうデータ変換っていうものも、提供しています。で、今日はこの特に取得のところをご説明して、で、それを RDF で取得するにはどうすればいいかっていうところまで見ていこうと思います。はい。で、実際何がやられているかというと、例えば私は今 PubMed で、クマムシの、放射線耐性に関係する論文が取りたい、こうすると PubMed の ID がダーッと返ってきますとか、それから DDBJ からある遺伝子の塩基配列を FASTA 形式で取りたいとか、PDB からタンパク質立体構造を取得したいと、KEG データベースからのパスウェイの情報を取っていきたいとか、こういうのを全部同じような形で投げると。で、実際は統合ウェブサービスがそれぞれのデータベース、適切なデータベースに検索に行きます。で、結果を一旦ここで解釈して、フォーマットを整えて、クライアントに返すと。そういうサービスになっています。はい。で、実際どういうことができるかというと、例えば KEG の遺伝子をで、トレハロースっていう糖の整合性に関わるものを検索してこようとか、それからまあ特定のこの遺伝子ですね、このハエの遺伝子を取ってくる。で、その中の関係するパスへの行だけ抜き出すとか、
その今度はそのパスウェイに関して、そのパスウェイに載っている化合物の一覧を取ってくるとか、こういうことがあの URL をちょっと書き換えるだけでできるようになっています。で同じことがPubMed とか GenBank みたいな NCBI のデータベースや DDBJ の塩基配列データベース、それから EBI で提供されているユニプロットとかのデータベースや、タンパク質立体構造の PDB のデータベースなんかに関して、ほぼほぼ、まあ、覚えることなく使える。ただ、この最初の部分だけでも打つのがめんどくさいという方のために、ウェブサイトがあります。こちらに行って、希望するデータベースを選択してエントリー ID を入れるって、サブミットするとピコッと取れます。後でちょっとデモしてみましょう。で、取ってくると普通のデータベースはなんか HTML でちょっと飾られていて、まあ、こんな形で表になってたりするものが多いと思うんですけど、この中でここだけ取りたいとかここだけ取りたいみたいなことがよくあるんですが、それを部分名を指定することによって取り出すことができるっていうところに、サービスの中でバイオパールとかバイオルビーを使って、処理しています。はい。で、あともう一つ、今回の RDF とはちょっと話は違うんですけれども、あのヒトゲノムの解析に関わっている人たちは UCSC のゲノムブラウザーを使っている人が多いかと思うんですが、 UCSC のゲノムブラウザーってあのデータベースとしてアクセスするっていうことはあんまり面倒くさいから皆さんしてないと思うんですよね。ウェブブラウザーで特定の遺伝子を開いてその周辺を見て、でその遺伝子に載ってるスニップとかいろんな情報を、まあ、絵として見るっていうことが多いと思うんですけど、それを自分のコンピューターにデータとして取りたいっていうのは簡単に やれるんだったらやりたいわけです。で、例えば配列を取ってくる場合に、ヒトゲノムのバージョン19から染色体1番のここの部分の塩基配列をファスタ形式で取ってくださいみたいなことが、まあ、ウェブブラウザーで、まあ、1行書けばこう取れちゃう。で、もっと複雑なことをしたくなってくると、それぞれ のデータベースの、あ、そう、なんていうのかな、データベースの中にいろんなアノテーションが集積されているのが UCSC の特徴で、遺伝子に関する情報が入っているテーブルもあれば、スニップが入っているテーブルもあったりして、でそういうテーブルの中の特定の、例えばこの UVSSA っていう遺伝子の、アノテーションを取りたいとか、クロモソーム22番の、このスニアリルを持っているものが取りたいとか、こういうことが全部あの API でできるようになっていて、実際このテーブルあのアクセスしてみると200とか300とか下手したら1万ぐらいあるんですよね。なので、まあ、ここら辺が全部MySQL で一生懸命叩くよりは楽になっていますっていうご紹介です。はい。それで、今日の RDF をどうやって取得するかっていうところにつなげていくんですが、まず一番簡単な方法はですね、あのこのウェブサイトに行ってもらいます。で、ここのところのデータベースのところをプルダウンメニューから選ぶと、まあ、皆さん見覚えがあるデータベースが多いんじゃないかと思います。主要なデータベースこれだけあって、でこの緑色になっているところがあの RDF への変換に対応しています。手が回ってなくて一部やり残してますけど、まあ、こういうこれぐらいのものには対応していますということです。で、エントリーのデータベースを選んでエントリーの ID を入れて、で一部分だけ欲しい人はここの部分を選んで、で何形式でダウンロードしたいかを選ぶと。でここではファスタだとか JSON だとか RDF、まあ、タートルですね、それを選ぶことができます。はい。で例として、まあ、こういうのがいろいろできるっていうのをちょっと実行してみようと思います。はい。で、まずこのですね、統合ウェブサービスのページに行って、よいしょ。はい。まあ、ここに今ユニプロットの遺伝子タンパク質一つ、人のタンパク質が入っています。でこれをそのままあの取得すると、まあ、こういう見覚えのある人には見覚えのあるユニプロットフォーマットで書いてきます。で、この中の何がいいんでしょうね、遺伝子名でやると遺伝子名のところだけを取り出してくれたりっていうようなことができるっていう話です。でこれ全部取るときに、ここでタートルですね、 RDF の一種であるタートルを指定するとこんな形であのユニプロットのデータが RDF でも取得できると、こういうサービスになっています。で他にどういう例があったかというと、
これはですね、NCBI の塩基配列データベースでこの ID を取ってくださいっていう話なんですが、これ、この、そうですね、この塩基配列のエントリーに対して、まずここの後ろにドットファスタってつけると、ファスタ形式の配列になります。それから、配列の部分を取ることもできて、こうするとなんかスプライシングして切り出して切ってくれたり、それの相補差配列をここにコンプリメント計算してくれたりします。この書き方はですね、GenBank とか DDBJ で標準とされているロケーションフォーマットそのまま受け付けますので、バイオマティクスの人は分かるんじゃないかなと思います。はい、それからでこれを RDF でくださいっていうのは、さっきのファスタって書いたところの代わりにタートルにします。そうするとこんな形で、エントリーが RDF になるので、自分が欲しい遺伝子だけ100個とか200個とか1000個とかプログラムでこうやってガーッと取ってきて、で自分の RDF データベーストリプルストアに入れてあげると検索対象にすることができるわけです。そうですね。で同じようなことが、パブメドの文献ですね、こういう文献のデータベースに対してもタートルで取ってくるとか、それから酵素番号 1.1.1.1 っていう酵素があります。これですね、アルコールデヒドロゲネースですが、これもケグから取得するときにタートルに変換してこう取ってくると、こういうことができると。はい、これが一つ目の公共データベースを気軽に一部分取ってきて RDF で運用したい場合のサービスになります。で次、次は統合 DB っていうなんかちょっと大げさな名前のデータベースの紹介なんですが、これは、タイトルにあるようにあなたのデータをデータベース化して公開することができます。でさらに RDF 化もやっちゃいますっていうサービスです。でユーザーのデータを受け入れてデータベース化する必要っていうのはですね、だいたい今まで科学で分かってきた知識っていうのは論文の中に書かれていて、でそれに使われたデータっていうのは表とかサプリメンタルマテリアルとして、論文のウェブサイトに行ったら Excel でポンと置いてあったりするんですが、なかなかそこまでダウンロードしてじっくり見る人っていないですよね。もしデータベースに載ってれば活用しやすいんですけれども、なんかちょっとこうカラムがジョインされていたり色がついてたりして、そういう Excel のままだとコンピューターで処理するのが大変みたいなことがあるんですけど、まあそういうところで Excel をマテリアルのサプリメントとして置くんじゃなく、データベースとして公開してくれたらいいのにと思うわけです。で、統合 DB を使うとそういう表形式のデータをアップロードするだけで、ホスティングサービスをしてくれるというものです。で、これまでどういうことが課題 でそれを統合 DB を使うとどう良くなるかということなんですが、じゃあ皆さんデータベース作ってくださいっていうと、なんかまた業者さんに頼ん でデータベースどういう形で作ればいいのかっていうことはあんまり分かってない人がオレオレで作り、結局何を検索したら何が出てくるのかちょっとも分かんないようなデータベースっていうのが、まあ、世の中に多少あってですね、困っているわけですが、気軽に表形式のデータをに限ればデータベース化できます。でそれから、そういうデータって論文発表するまでは人に見せたくありませんとか、他の研究者と一緒にデータの内容を改善していきたいですっていうようなことがあります。でこれも誰かをそのデータベースの編集者として招待することもできるし、公開時期が来るまでは非公開のまま運用するっていうことも対応しています。それから見た目とか作り込みをしたいっていう人いると思います。全部統合 DB に入れたら同じ見た目になっちゃうのかって、デフォルトではそうなんですけど、自由にカスタマイズすることができます。HTML も CSS も JavaScript もカスタマイズすることができるようになっています。で、あと、中身がわからないデータベースって世の中結構あると思うんですけど、統合 DB の特徴は最初からデータベースの中身がウェブブラウザ上に表示されちゃってると。丸出しのような感じです。で、その中から欲しい情報を絞り込んで取得してもらうようなデータベースが作れます。それから大量のデータがあるときにですね、見て回るのが大変。でもこれも、例えば Mac 使ってる人だったらスペースキーを押すとそのファイルの中身がプレビューされるのご存知かなと思うんですけど、あんな形でエントリーの中身をパッと見て次次次って矢印を押すだけでエントリーが見れるというような機能があります。それから検索機能が貧弱なデータベースも多いと思うんですね。
なんかこういう値を持ってるとか、この日付からこの日付の範囲のデータだけ欲しいんだけどとか、そういうことまで対応しようとするとデータベースを作る人がすごく大変なんですけど、最初からそういう機能が持ってます。で、プログラムから検索したりすることもできるし、さらに RDF も自動生成してくれて、スパークル検索もできちゃうと。はい、字ばっかりですいませんでした。で、まあ、これがですね、統合 DB のトップページで、まあ、ちょっとあの飾りっ気がないんですが、私の下手くそな絵が載ってます。あなたのデータベース表を RDB に入れて、それを HTML にカスタマイズして表示することもできれば、 RDF として活用することもできますというものです。で、Excel とかで作ってある、データファイル、表形式のデータファイルをカンマ区切りのファイルとかタブ区切りのファイルに一旦保存して、それをアップロードすると、まあ、カスタマイズした人はここでこちょこちょすると、そうするとポンとデータベースができます。で、この状態ですでに RDF、Sparkle で検索できるようにもなっているし、RDF とか Sparkle 使いたくなくても、あのデータベースに1個ずつ IT がついていて、あなたのデータベースの中でカラム A にこういう正規表現の文字列が入っていて、カラム B には50以上の数値を持っているものみたいな検索があのできるようなデータベースがあのすぐ作れると。で、例えばこんなものが作れます。これ昔加藤さんと作ったものなんですけれども、南極の近くの苔のデータベース。で、まあ、検索の前からもうトップページにこういうふうにデータベースの中身がずらっと陳列されています。あ、こういうものが入っているデータベースなんだと。で、これを検索して自分が欲しかった苔を探しましょうということができます。で、一個一個の苔を見ていくと、それがどこで撮られたかみたいなことがこう地図に載ってるんですけど、これは、元々のデータに緯度経度が入っているものを JavaScript で Google マップ API に変換してここに埋め込むっていうようなカスタマイズをしています。でもこれもできる人にとっては割とすぐできちゃうと思います。で、一個一個の値について正規表現とか日付とかそういうもので検索する、細かな検索ができます。でし、こうやってなんか検索条件で絞り込んで、まだでもそれでも200個ぐらいヒットがあったっていう時に、パッとこうクイックルックというような感じで表示して、でここの矢印キーを押すと、次から次にそのエントリーを見て、ああこれが見たかったんだよっていうのにたどり着きやすいと、そういうような機能を持っています。でさらにですね、ここで作ったデータベースを別のウェブサイトにこう1行書くだけで、2行ですかね、2行書くだけで埋め込むっていうこともできます。はい、でここからが RDF 化の設定になるんですけど、ちょっとこの画面がですねあまりこじゃれてないので今後改良予定ですが、基本的には割と何でもできるようになっていて、オントロジーをここに設定することもできますし、そのオントロジーを使ってこの、さっきの例で言うとこれは苔ですっていうような定義ができて、でその苔の名前はとか、その苔の緯度経度はっていうようなプロパティを独自にここに足していくことによって、 RDF がカラム3に緯度が入っててとかじゃなくて、緯度っていうプロパティで緯度、経度っていうプロパティで経度につながっているような綺麗なセマンティックウェブの RDF を使うすることができると。で出来上がった RDF は即座にダウンロードできるような状態になって、でさらにスパークルエンドポイントから検索できるというような機能があります。まあ、ちょっと実演してみないとわからないところはあるかと思いますが、まずは手持ちに表データがあって、これを RDF にしたらどんな感じなんだろうっていうところから、今日の講習会の成果でいろいろ試していきたいという人にはいい入門になるんじゃないかな、入り口になるんじゃないかなと思います。はい、でついでにデータベースにですね、誰が作ったのとかライセンスは CC BY なんですよとか、そういうことをここでビビビッと選んでおいてあげると、今日加藤さんから説明のあったオープンリンクドオープンデータの5段階で星4つぐらいまでは取れる感じのデータベースが、まあまあ小1時間あればできるというような状況です。はい、これ REST API の一覧なんですけど、スパークルで検索できます。それからオープンサーチっていうのはちょっと検索エンジンを使ってる人じゃないと使わないかもしれないですけど、それも対応してますし、シンプルに検索もできるし、カラムごとにいろんな条件で検索するっていうようなこともできます。こういう全機能を持ってるデータベースをスクラッチからみんな今まで作ろうとして途中省略してたんですけど、まあフルでついてるので、ぜひご活用いただければなと思ってます。はい、で次、D2RQ マッパーなんですけれども、これは
すでに私たちの研究所ではデータベースも MySQL とか Postgres とか Oracle で運用してますよっていう人が、その RDB のデータをそのまま運用し続けて、でも RDF としても見せるとか Sparkle でも検索できるようにするっていうミドルウェアです。下にちょっと絵がありますけど、本当は全部のデータを RDF にしてトリプルストアに入れて、それを Sparkle 検索するっていうのが最もオーバーヘッドがない道なんですけど、もうすでにここに既存の運用中のデータベースがあって、ここに移行して今度はこっちをメインにするっていうのが難しい場合は、この D2RQ っていうミドルウェアを入れることによって、このデータベースに対して直接 Sparkle が検索可能になります。でこの右に書いてあるのは余談なんですけれども、そもそも RDB でもないようなバルクのデータファイルとかに対しても Sparkle 検索をするってことはやろうと思えばできます。これはちょっとマニアックな話なんで分かんない人はいいんですけど、ここにちょっとした Java のプログラムをミドルレイヤーで入れるなど工夫すると、まあ、いろんなタイプのデータが RDF に限らず一見 RDF であるかのようにみなして Sparkle 検索の対象にすることができると、まあ、そういう多様性があるということは知っておいていただければなと思います。で、これ山本さんのスライドをコピペさせてもらったんですけど、なんでこういうものがいるかというと、現状ですね、まだ生命科学のデータベースの、主要なバックエンドは MySQL とか関係データベースだそうです。これ面白い数字だなと思っていて、ヌクレイックアシドリサーチっていうジャーナルのデータベース一周っていうのが毎年出ますけれども、そこには生命科学のデータベース新しいものがずらっと、発表されています。でそこに載ってる論文をちょっと調べて、去年の分ですね、これ172本の論文が出てるんですけど、そのうち MySQL っていう文字を含む記事が45件もあったと。なのでこの人たちに、いや RDF でお願いしますよっていうのはなかなか難しいんですけれども、 D2RQ みたいなものを使ってもらうと、今まで通り MySQL で運用してもらいながら僕らが使いたい RDF でも提供してもらうっていうようなネゴシエーションができるかなということです。はい。で、D2RQ っていうのはですね、サードパーティー のオープンソースの、ミドルウェアで、関係データベースに対してスパークルで検索できるようにする、プログラムですね。で、それをどうすればできるかっていうと、このテーブルに入ってるのはこういう RDF に見せかけますよっていうトランスレーターみたいな設定ファイルを書かなきゃいけないです。それがマッピングルールというものなんですけど、これ作るのがすごい手間です。どれぐらい手間かというと、こういうのを手で書けっていう話なんですけれども、大抵すでに RDF でいっぱいいっぱいなのに、 RDF に似た文法で RDF の設定を書かなければいけないという、非常にこうなんか XML スタイルシートみたいな感じになってるわけですね。つらい。でこれを手で書いて、もしここの中にちょっとでもミスがあると動かないわけですね。だからこれを自動的に生成する素敵な GUI があったらいいですよねっていうのが元々の発想です。はい。でそれをサービスとして作りましたっていうのがこれです。 DBCLS の方で d2rq.dbcls.jp っていうところから公開しています。で、これ派手な見た目ですけど、要はログイン画面です。でここからサインインしてもらうと、データベースにつなぐ画面が来ます。でここで自分のデータベースを名前つけて、でそのデータベースには MySQL ローカルホストのデフォルトポートにあって、それのユーザー名とパスワードはこれですよっていうようなことを埋めてあげると、そのデータベースに接続に行きます。そうするとそのデータベースに入っているテーブルの一覧がガッと見れることになるんですけど、ここのテーブルズっていうところを開いてあげると、あ、こんなテーブルがそのデータベースに入ってるんだっていうのが分かります。で一個一個のテーブルに対して、そこに入っている情報をどういうふうに主語述語目的語に変換していくのか、でそれはここのコンフィギュアっていうところをクリックすると、主語はもうそのデータベースのテーブルの、ID になりますよね。でそれに対して、カラムが、述語になって、カラムの中には入っている値が目的語になると。でもし値のところに入っているものが別のデータベースの URI にできるものであれば、例えばジェンバンクの ID が入っているとかすると、そこの前に NCBI なんとかかんとかって書けば URI になりますよね。だから値から URI を生成する方法もありますし、これはリテラルですっていう形で主語述語目的語を作ることもできます。要はこれを自分が RDF として公開したいテーブルの数、カラムの数クリックして、保存するとこのような形で RDF がダウンロードできるようになったり、
このような形でスパークル検索ができるようになるというようなものです。で、実際これは関係データベースの中身はいじりませんので、今までのアプリケーションではずっと運用を続けたまま、更新も続けたままスパークルエンドポイントとか RDF を提供できるというようなものになります。ただ、問題が一つあります。普通はですね、皆さんの Postgres とか MySQL のポートが世界中からアクセスできるようにはなってないですよね。セキュリティの問題等々ありました。なので、こんなものが DBCLS のウェブサイトにあっても自分のデータベースにはつながらないじゃないかというのが普通の状況だと思います。なので、我々は Docker イメージを配布しています。これをダウンロードしていただいて、自分の MySQL とか Postgres が動いているサーバーで立ち上げてもらえば、署内では少なくとも、RDF 化してスパークル検索できるし、この D2RQ の Docker のポートを外に対して公開するっていうことをしてもらえれば、世界中からアクセスできるスパークルエンドポイントをあなたのデータベースに対して公開するっていうような設定が可能になります。はい。で、これメインで開発しているのは山本さんなので、もしこれぜひ運用してみたいっていう方があればぜひご相談してみてください。